皆さんおはようございます。 TC ワークスたけしとたけかのです。ですね、7時39分になっておりまして、気温がマイナス4度ということでね、野鳥撮影の方に行きたいんですけど、車がね、この通りバッチリなわけですよ、森が。なのでもうオープニングを撮ってしまおうということでね、今撮ってるんですけども、大城公園っていうところですかに行くんですけど、紹介したの GoPro の方を使って野鳥撮影をね、動画にしていきたいかなと思っております。奈良です、はい、それでは出発します。結構ね、雪が多いですね。おでんの鍋はい、ということでね、朝ごはん紹介、竹かのによる朝ごはん紹介を行っていきましょう。はい、お願いします。じゃあまず緑茶。はい、緑茶ですね。これセブンイレブンの、ね、緑茶。緑茶とたけしの飲み物ですね。あ、モンスタードゥ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 、どんなリズムだったか。青いモンスターですね。はい、で次、あ、これ買ったんだ。はい、エビ天むすび。エビ天むすび4個入り、炙り焼きがっつりソーセージ。はい、はい、で毎度おなじみのね、あ、でもね、ここが違うんですよ。あ、でも違うのか。唐揚げ棒がなくて、もうなかったので、なんか七からに串を刺されたもの。野鳥撮影の方を始めていきたいと思います。結構凍ってます、気をつけて。滑りそう。そう、気をつけて。今日は静かやな。いつも泣いてないな。まずここ行く？上かな？よいしょ。よいしょ。よいしょ。ダメだ、何も取れない。ここからじゃあ反対側か。反対側行くしかないな。いつもより活気がないね。かっ、うわぁ、木切ったのかな。何なんだろう。これ、ウリビタキ。はい、ということでルリビタキさんがね、取れました。今シーズンのねターゲットだったんで、まあね、一度はやっぱり会いたいなと思ってたんでね、まあ、今回会えてよかったです。ブログの方にもね、多分ルリビタキさんのブログ書こうかなと思うんで、まあ動画のね概要欄の方からね、まあ、ホームページにね飛べるんで、番組ってチャンネルの、まあ、概要欄か、まあ、この動画の概要欄から、まあ、ホームページに飛んでいただいて、ブログトップから、野鳥撮影のねブログの方を見ていただければなと思います。ということで今回の動画は以上です。それでは皆さん、バイバーイ。ジャケラー。